ね、雷だったりでもデム,デムさんあんまり気づいてないっていうさ気づいてないですよなんであんなにすごい雷になったら気づきそうなんだよねも食べることばっかり気にしてるから <laughs> そうあ<え>メニューねメニュー今日は何をどうやって食べようか今日は何食べんの考えてませんスーパーに行ってああでももう決まってますよ大体まあまあそうだよねだもう限られてるからだって食べられるの炭水化物は食べないあんまり脂肪分も取らないってなるとそう 豆腐とかいいです豆豆腐腐だけ食べててもしょうがないそうかお腹いてまあとにかく野菜系ですよ野菜系ね野菜系をどうやってうまく食べるかみたいな昨日私はシーザーサラダはい小松菜のシーザーサラダあんまりお腹いっぱいにもならないようにしてるんですか腹八分ぐらいのいやそんなことはないもう食べちゃう結構まああまりにもお腹空いてるからさおくよね 毎日お腹空いてますよ。普通ですけどね。それ, <laughs> それは普通ですよ。うん、お腹生きてるお腹すくすくんですよ。健康体であれば。それはそういうことでしょだって、まあ。腹すくってのはいいですね。ねいいことですよ。うん、それはいいことだと思いますよ。さあじゃあデルさんお腹空いてるってことなんでパッとやって終わりたいなと思いますけど。はい、ジョイコミソの元祖やっぱり言えない話。ボリューム百十三でございます。よろしくお願いいたします。探り探りここに入れときますか。 なんてですか。ジョーイズファクトみたいな。なんていうか。米。そこにそこにまたいいのがいっぱい行くんじゃ。ジョーイズファクト。で入れるの。入れなくていいでしょ。そこにいいねがいっぱいつきますか今日はまたあれですね。ああ今日あのちょっとあのまた入れてんの。いやあのね。二回も入れてんの。ファえっとこっちの方であの。

パックユは入ってるパックユも入ってった何やってるんだわかりません皆さん、二人汚い言葉を入れなくて結構入るか入らないか。パクだけに入るか入らないか。お若い話やるし、もう終わりますか、今日。バカな話やりまして、えっと、和歌山毒カレー事件はちょっとまた第二次再審請求の審議が。ガンジャジョーはオッケーなんだ。ガンジャジョーは別に入ってます。ダメージカさん。いや、嫌ですよ、そんな。ガンジャジョー。ジョーさん、ガンジャってとか。

というわちょっと和歌山毒カレー事件は、はい、えとまた、えー、第2次再審請求の進捗がありましたら、えー、お話をさせていただこうかなと思ってますし、はい、またちょっとまた今違うネタも仕込んでますけども <laughs>、えー、今日はね、えー、また政権のお話をしようかなと思ってますんで、まあ、きっとあの、ねえー、ラブ自民党の人たちからまたあの今日は女王おしゃれだねって、えー、全然何も変わってないけどいや今日ね初めてなんていうんですかなんか変な変なのが来てるよ お揃いっていうんですかこのセットアップなんですよね見えますかね今日はあの女装してます。女装してないですこれ女装じゃないんですけど、えー、今日はですねスガーリンと、えー、官房機密費というタイトルでやっていこうかなと思っておりますけどスガーリンっていうのはねデビューさん誰だと思いますかスガーリン

言われてまして、あのまあ、菅さんはとにかく、えー、官僚でもねスターリンにちなんで、自分の方針に少しでも異議を唱えるものに関しては、えー、それはもう閣僚であれ、えー、官僚であれ、えー、とにかく俺をバカにするなみたいな、もう恫喝をしてです、ね、みんなを黙らせるというところから、まあ、今、永田町界隈では、うんえー、ちょっと隠語としてスガーリンという,、えー、いう言われ方をされているということでございますけど、さあそんなスガーリンとですね、今日官房機密費という話をしていこうと思っています、えー。この官房機密費 正式名称はですね内閣官房、えー、報道費という,あじょ、えー、いう名前がついているわけでございますね。で、えー、これあの簡単に言うと内閣官房長官が好き勝手に使えるお金なんですけどデーブさん年間でどれぐらいあると思います日本,日本これね300<億>領収書も全くいいらないんです 年間12億勝手に使えるんですよ。<laughs> 12億、すごいな。すごくないですか、領収書いらないんですよ。はあ。で、そのうちの11億は、なりたいそうでしょ、政策推進費っていうことになって、この政策推進費になると、まあ、ほとんどですよ、12億のうち11億ですから、こうなると、えとにかく官房長判断でもう使用が好きにできる、はい、でしかも領収書は一切不要。 それから会計監査員の監査も全く必要ないでしかも後で情報は非公,開非公開ですから何に使おうと自由のお金です11億がこれね昔は官邸の官房長官室のゲストが座るソファーの後ろにでかい金庫がドンっとあった、はい、でその中に本当にゲン玉がドンっとあったというふうに言われてるんですけど今新しくなってからはもうちょっと違う置き方がされてるそうですがそれでもこの現金をですね年間11億。 今の官官房長官全部ビットコインしちゃえ <laughs> そういう話そういう話でこれあのね過去もいろんな人が証言してるわけですけど、えー、例えば宇野内閣の時のね、えー、塩川じゅ、えーせえー、清次郎さん、まあ、COG と名前で言われてましたけどこの人なんかもうっかり、えー、サンデープロジェクトでね口を滑らして言ってしまうんですね、えー、ど何使ってるんですか <laughs> もう内訳も分かんないし領収書も何もないんでけど、うん、これね国会対策のために野党にも配ってる、ね、野党になんか交渉するときお金配ってますとそれから えー、バスコーミーのですね怪獣のために有名な言論人にも配ってるっていうことを言ってしまったわ,わけです。であの実際に作家の福田和也さんなんかも小泉政権の時に小泉さんの悪口を言ったら、えー、50万円、えー、こう渡されそうになったけどすげえ欲しいけど一度もらうと、まあ、悪口書けなくなるから断ったって言ってますし「まあ、あのサンデープロジェクト」とかそれから「朝生」の司会でお,おなじみの田原宗一郎さんも、えー、1,000万円渡されそうになった。 ということを言ってますこのこの後に僕田原さんに、えー、インタビューでお話聞いたことあるんですけどまあ,あの1000万円本当に渡されそうになったっていうことも、えー、おっしゃってましたでですねまあその官房長官を一番歴史上長くやった記録を持っている方というのが菅さんになるわけでございます、えー、今のね総理大臣の菅さんが実は官房長官歴としてはものすごい、えー、長い在任、えー、をやったわけでございますけどさあこの在任期間 でですね、どれぐらい菅さんがじゃあ官房。内閣官房費が使えたのかということなんですけど、これ。出ますかね、フリップの方が。もし可能でございましたら、フリップの方を出していただければなと思うんですけど。二千八百。マイクを自分に向いて。あ、こ、こういう感じですね。失礼しました。はい。だ、聞こえてますか。ぜ、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 出てますね。<ッ>はい。これ,これじゃない。今ね、画面の方に出る、出るんですよ。 これ,がはい、これだから、えー、と菅さんが、ね、官房長官をやっていた時の官房機密費でございますけれども、はい、出ております、2012年から始まりまして、まあ、2012年は途中からっていうのもあるんですけど、えー、そのいこ大体こう、ね、年間11億ずーっとこう使ってきて、まあ、2020年もこれ、途中で、ね、総理大臣になってしまったんで、えーまあ、半分ぐらいで終わっているということなんですが、こ,うこれで計算しますと、なんと在任期間中、2822日のうち、菅さんが使えた、えー、この官房機密費、さっき言った通り、領収書はいらない 何に使ってもいい誰に渡してもいいあとで公開しないお金が、えー、大体86億、えー、800, 万円ですかす800万円あったと言われてますこれ、えー、と在籍して在任していた2822日で割るとデブさん1日当たり菅さんいくら使ってたと思いますこれ1分かります86億8千万円を2800万これね1日ね307万円使ったことなんす300万すすごくないですか <laughs> 300万好きに使っていいんですよ だから自分がもう悪口言っているジャーナリストがいたらあの、渡したらいいんですよ、1日300万まで使えるわけですから、まあ、別に1000万渡したって3日分ですから、所詮は、もう好きに使えるということでございます。で、これ,、まあまあ、これはでも、こ<れ>ね、官房長官だけなの官房長官が一応持ってるお金、ほういや自民党のほ他,他の人たちは持ってないよ。これはもう,もうずっとあのー 官房長官という立場の人がこう,ういう権利があるわけううあるんですさっき見た通り菅さんは2020年の9月に、まあ、総裁選の出馬を発表するわけですよ、そうすると総裁になると今度は官房長官費は使えなくなるんですけど、うん、このタイミングで実はですね総裁選挙の出馬の表明でこの2020年の9月の2日の前日にですねさらに9020万円をさっき言った政策推進費にまたえすり替えて、えー えー、菅さんはまだこの時はギリギリ官房長官なんですけどさらにお金を自由に使ったということが最近こう、まあ、言われているんですね。ということは首相に指名されるまでの16日間の間に、えー、この9,000万円、えー、また振り替えたお金を彼はジャブジャブ使っていたと、まあ、その金額大体いい5,000万円ぐらいは9,000万円のうち5,000万ぐらいは使ったと言われているのでこれも1日に計算すると大体いい、えー、自分が総理大臣に指名してもらうために1日300万円ぐらいは 使っていたということでございます。でまあ、とはいえ、別にこの官房の機密費って法律上オッケーになってるものだから。 別にこれ自体違法じゃないんですよ菅さんが何に使っても、うんうん、正直言って OK になってるから別にこれ自体を、えー、とんでもないという話ではなくて、まあ、歴代の官房長官は使ってきたただ菅さんは、えー、時間が長かったんでものすごい金額が使えたっていうことと、まあ、その選挙自分の総裁選の指名の時も使ったとっいうことも,も、まあ、それも別に問題にはならないんですけどところが今は菅さんは総理大臣になったんでこの官房機密費は使えないはずなんですよ本来は。 今は、うんえー、官房長官の加藤さんがこの、はいえー、年間11億ぐらいのお金を自由に使えるはずなんです。ところが現在もこの官房機密費を菅さんが使っているという。 今、えー、疑惑が生ままれれておりますでこれはですででこはね今,今ジャーナリストの中で声が上がってるんですけど加藤官房長官と意見交換会をしたジャーナリスト普通だったら菅さんってこのかん、えー、彼がね、えー、官房長官の頃って毎日のように、えー、東急赤坂なんとかルームとか使って、えー、会食したりとかジャーナリストとそういうとこで会食してたんですよ。まあでも別にそれも、まあ、さっきも言った通り違法じゃないんですけどところが加藤官房長官はなんと今ジャーナリストとの大事な打ち合わせも普通に町の貸し会議 リストがしかないんですってでかつてはね、えー、官房長官のところに、えーまあ、議員が行って、えー、お金がないんでちょっと選挙のためにって言うとまあそのさっき言った金庫からお金をボーンと出してきてお金がもらえるわけですよ。で今回もこのコロナのタイミングで、えー、なかなかですね、えー、議員の皆さんが選挙区に帰れないんでせめて あの選挙区にポスターをたくさん貼りたいんで、官房長官、お金をくださいって言って、加藤官房長官のところにお金をもらいに行った中堅の議員がいるそうです。そのしたところ、なんとですね、加藤官房長官は、今までだったら、どんという札束が出てきたんですけど、なんとすまなそうに出してきたものは、10万円の商品券だったと。 いうことで、えー、こんなところからですね加藤官房長官、今、この官房機密費、使えていなくて、菅さんが結局、全部自分で使ってしまっているということが、えー、これはジャーナリストとの間とか、永田町の中で、と、まあ、いうか自民党の議員の中からも今、声が上が上っていいるという状況結局、官房長官を選んだのが総理大臣ということままああそそうううだよこれはもう完全い約束で、うん。 加藤さんは選ばれたまあまあそういう風な握られてしまってるってところもあるかもしれないね。それもあるかもしれない。<ー>まあただ歴代の官房長官でこの官房機密費が多分使えなかったのは加藤さん初めてだと思うんで彼からしてみたらあれっていうちょっと思ってるところもあるかもしれないし菅さんは、えーまあ、逆に言うと総理大臣になってるけどいまだにだから11億のお金をザブ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 とさっき言った通り1日300万円ぐらいのお金をまあ使えてる可能性があるんですけどこの辺はまあもうちょっと調査 僕もしてみます実際に、えー、例えば、えー、全国紙の、えー、新聞社の、まあ、トップの人たちとかの聞いてみよ,見ようと思ってますし、まあ、何回か自民党の議員も 取材したことがあるので実際ど,どうなんですかって、その菅さんが、えー、官房機密費使ってますかっていうところ、まあ、すぐにはうんとは答えてくれないと思いますけど、その辺も調,調査しようかなと思っているんですけど、まあとにかくね、法には触れてないとはいえ、まあ、もともとこれ公金ですから、税金がベースになっているので、基本的には後からやっぱり何に使ったのかってことが、えー、検査できるようにしておいた方がいいなということと、ただ、この菅さんが、 この今の段階で官房機密費を使っているということもマスコミももうちょっと調査してもいいと思うんですけどこれがね全然まああの一部の全国紙の中で、えー、ウェブで書いてる記者はいるんですけど今一つ、まあ、盛り上がってないもちろんコロナだオリンピックだっていうのがあるからこれ自体がですね、えー、プライオリティとして低いのかもしれませんけどメディアもなかなかこの問題に突っ込んでこないということは見えてくるのは結局は この問題をやろうとすると多分予想ですけど菅さんから、えー、官房機密費だったお金がぎゅっと渡されてメディアの皆さんも、まあ、もらってしまってるがために、まあ、この今の官房機密費を菅さんが使っているってことを、まあ、リークできないのかなという状況にあるような気がしておりますね早くジョーさんももらえるような、ね、そ,うそうですね,ね早,く早くください<れ>300万円っていう話違いますまあでもねそう考えると菅さんっていうのは最初にそのために今日は やってるんアピール欲しいためアピールあと<あ>で僕のあの銀行講座で余こと言わないので<だ><え>出すておきま、ね、お金くださいでも最初見た通りね菅さんって菅原と言われている通りそのまあ同活をするというプラスまあこの話でいくとひょっとしたら同活プラス買収でですねまあこの今政権を保っているということになってくるわけですのでそれはまあいろんな政策が空っぽだというねそこはすかさんと言われているわけでございますけどまあそれもけだ、えー、し納得かなというところでございます 菅さんを示したのだからそれは,は、まあ、あの安倍政治を継承するって言って、うん、まあ最終的にはその派閥の力学で決まったっていうのはありますよね、まあ、あとは、まあ、あのほかがちょっと戦うには弱かったっていうのもありますけど、まあ、とにかく菅さんは安倍さんがやってきたことを継承しますということで、えー、自民党の中でまあ支持を得たということですよね菅さ,ん菅さんが官房長官,官,房長官あそれ確か安倍さんだったと思う。ううん、だからやっぱこのの人安倍政治の継承 なんですよね。だから本当は加藤さんは今度は菅さんに仕えてこの官房機密費がガブガブ使えてまあ、いろんなことをやろうとしてたんだと思いますけども、加藤さんはちょっと当てが外れて結局は今のところ、えー、菅さんが同割とそして買収で、えー、うまいこと、えー、政治をコントロールしているという状況でございます。まあでもすごい金額です、ね、すごい金額よこれ元々税金ですからね。<ー>うんまあ、別に法律でオッケーだからこれ自体で罰せられるってことはないんだけどまあ。 うん、なんかねそれでこうジャーナリストを、ね、悪口書いてるジャーナリストを買収するとかそういうとこに使っ,使っていいのっていうのは基本的に思いますよね。 でジャーナリストも買収されてる人もいるだろうから、うん、それで買収されていいのっていうでしかもそのお金がもともとは僕らが出してたお金だから自民党が独自で稼いだ金だったらまだいいよそりゃだけどさもともとはそういう公、ね、金なわけですからそれがそういうものに使われてるっていうのがね、まあ、ちょっと、うん、非常にいい「This country is dark as hell」とか書いてありますけどね、はい、この国は真っ黒だ真っ黒ですな本当に <laughs> 横水さんも真っ黒、ま、いや僕は真っ黒じゃないです僕はピュアですから 白くいきたいなと思っておりますのでというわけで今日のところはこの辺で、はい、終わりたいと思います。はい、えー。今日もたくさんのお皆さんご覧いただきましてありがとうございます。また来週はちょっと違うネタにね、えー、振り返ってそうですか,かあれさっきスイートにやるって言ったやつどこ行ったんですか。スイートに。えなんしょう。一日三百万円いいな。<laughs> <laughs> へえ<ー>。どうどうしますデーブさん一日三百万円やるからもう自民党の方あの。 ポジティブな面をどんどん言っくりもうどんどん言います。抗菌ですからね。好奇ですからあそんなふうに世界は回っているという残念な情報でございました。というわけで今日のところはここまではいジョイコミソの感想やっぱりイイラシボリューム113でございました。ありがとうございましたはい振り込みはこちらまであと電話番号教えてください。電話番号、電話番号聞けないからやめてきましょう。ごいね。やめ。